あっさー、琵琶湖ガイドなすびです。よろしくお願いします。8月の4日の金曜日のなすびガイドです。本日もねひたすらに暑かったのでなすび温泉タオルが活躍した次第であります。8月4日の金曜日はなすびの同郷石川県より、宮下さんそして中川さんに遊びに来ていただきました。ありがとうございます。やっぱりね石川弁を聞いたりするとね落ち着いたりするんですけど嬉しくて嬉しくて石川補正がたくさんかかってしまいましたというのもありながら、釣りしていきました。まあいつも通り何個でビッグベイトそしてミドストじゃないミドストのローテーションなんですけどまあ今日はミドストじゃないミドストに軍配がありまして、グアー坂本シャット41とデプスの新商品チビアダーノンソルト、塩の入ってないチビアダーなんですけどの41、その坂本41とチビアダーノンソルトの41を使った 1.8g のジグヘッドミドストじゃないミドストで今日はねめちゃくちゃ釣れました。まあビッグベッドのフォローなんですけど、宮下さんが 4本かなで中川さんが5本確かね釣ったのかな。でどちらも自己記録更新しました。すごい僕は嬉しかったです。やっぱり人の自己記録に立ち会えるのがね琵琶湖ガイドやってての、楽しみの一つでも生きがいでもありますのですごい僕は嬉しかったです。まあしかしねひたすら暑くて、まあ、台風前ということでねもう午前中はねピーカンベタで午後からはまあこんな感じで今ちょっとね荒れてきたんですけどまあ雷とかもねひどくて、まあまあ今日はね時間いっぱい釣りができたんですけどまあそれでもねいきなり天候が変わりますんでね、皆さんも気をつけて釣りを楽しんでいただけたらと思います。明日からね土曜日日曜日なので人も多いことがね予想されますけどまあ灼熱の琵琶湖でねハマれば、結構爆発しているポテンシャルもね存在すると思いますので皆さんもぜひ遊ぶ琵琶湖に足を出向いてください。まあしかしね本当に暑いんで本当に水分補給多めで僕は空調服用意しておりますので空調服もでゲストさんもね持ってきていただけたらで持ってない方はねレンタル制度もね考えてますんで、ねお問い合わせしていただけたらと思います。はい、まあとりあえず本当に宮下さんと中川さん同郷ということで、ナスビガイドもね釣れて存分に楽しんでいただけて嬉しかったです。お二方ありがとうございました。帰り気をつけてください。というわけで8月4日のナスビガイドのお話でした。皆さん最後まで聞いていただきありがとうございました。